李ジは、新末民発の軍人。北京政府、直令派の有力軍人で、王、占い元、陳公園と共に、長江三徳の一人と呼ばれた。字は修山。1888年、天津武尾学堂、第二期に入学する。1895年に卒業すると、遠征外が創設した、新し県陸軍に配属され、 ただし体警察先方官に任命された。1902年、李順は、兵国省廃下の日下町に任命された。1903年以降は、鉄漁率いる景気常備軍の下で昇進している。1907年、第六鎮第十一共頭領に任命された。1911年4月、京都当位を授与された。同年10月、 武将危機義が勃発すると、李順率いる第十一強は、第二十一根正強に改組され、兵国省率いる第一軍に配属されて、革命派の鎮圧に向かった。十一月、李順の軍は、関陽を攻撃し、これを、新朝側に取り戻す上で貢献した。中華民国成立後、李順は、第六支支長に任命され、河南省信用に駐屯した。 1913年7月、高世都督李烈人氏が二次革命を起こすと、李順は、遠征外から、急高鎮守氏に任命される。李順は、李烈人氏を撃破して8月には、南章を攻め落とした。この功により、李順は、諸高生都督に任じられた。1914年6月には、正武将軍の位を授与され、ただし、李高生前将軍務に任命された。 1915年、円政外が皇帝即位を目論むと、当初は、李淳もこれを支持した。しかし、同年12月に、五国戦争が勃発して、反円世論が高まると、円の皇帝即位に、消極的だった、標国将段期随に、李淳も追随する。1916年3月、標の指示により、李淳ら五将の将軍は円に、 皇帝即位の取り消しを進める秘密連邦を打った。同年6月6日に遠征外が死去すると、翌7月に、各省将,将軍は、特軍となる。李順もそのまま、厚生特軍として留任した。1917年8月、兵国省が、北京入りして代理大総統に就任すると、李順は、チャンス特軍に転じた。誤報運動が開始されると、 孫文ら南方政府への対策をめぐって、武力統一を主張する、団気随と和平統一を主張する表との間で対立が発生する。10月、団が、湖南省への五方軍政府討伐軍派兵を決定すると、李順は、湖北特軍を占い元、厚生特軍、陳公園とともに、これを停止するよう団に圧力をかけた。これにより、団は、 南方軍政罰を断念し、国務総理の地位を一時退いた。李、王、陳の三徳軍は、長江三徳として国政においても注目を受けるようになり、特に李は、その中の指導的存在と目された。しかし翌年、段気髄の伏進、徐ョジが奉天派の張作林の支援を獲得し、3月に段が国務総理に復帰した。段は、 兵国省に圧力をかけ、和平統一路線の堅持を困難とさせた。李淳は引き続き、和平統一路線の提唱を続け、暗記派との対決姿勢を取り続けている。しかし、同年10月の表の人気満了による退任、12月の死去により、李淳は後ろ盾を失ってしまう。また、直令派内部でも、総言、ご配布が台頭し、李淳は、 チャンス一章の支配権を維持するのが、やっととなってしまった。1920年7月の安直戦争では、李ジも当然直霊派として参戦したが、北方の主戦場に向かう余力はなかった。そして直霊派の勝利によっても、李ジは、自己の影響力を強化できず、孤立を深めるばかりとなってしまう。さらに、チャンス章内でも、反李ジの世論が高まり、 省内外の逼迫した情勢に李順は精神的に追い詰められていく。同年10月12日、李順は南京の特軍書の中で自殺した。去年54、ありがとうございます。